ーい、こんにちは、石松ですということで、今回もですね始めたいと思います。ちょっとこうやったら撮れるかな。はい、そんな感じで今回はですね、これですね、誰でもできるけどごくわずかな人しか実行していない成功の法則の2と、ジム・ドノバン3ということで、これはですね、まあ、ディスカバーというところで出してるんですけど、まあ、私はこの1を読んでこれはいいなと思って2を買いましたということなんですけど、まあスピリチュアル系というよりも、まあ、実践系というか、まあ、なんていうかな、よりよく生きようというそういうことの本ですね、これはね。でこれは以前の第1の方ではこの方がですね、ドノバンさんがこのゴキブリが這い回るような安アパートで苦しんでいると、そしてセールスマンがなんかやってたんだけどいつも叱られるというところから始まった、いかにして、まあ、モチベーターというか、こうなんかな、こうみんなの前で講演する講演家になったかということですね、うん、まあ日本語でも訳されてね、これ日本人の私が読んでるんですから、アメリカ人の方が書いた本が、まあ、成功したんじゃないですか、この人はね、まあ、本を書く人ということですね。あとセミナーの講師ということですね、うん、夢とゴールを定めて自分の人生は自分で作ろうというそういう成功法則を、まあね、皆さんに語っている方、ペンシルバニア州出身在住と書いてありますけどね、で、まあ、いろいろあるんですよこれ、まあ、例えば夢を実現する、例えば私で今小説書くということが今止まっちゃってるんで、何で止まったかというと、まあ、あるところに今、まあ、5作品を出して全部1時までも行かずにその前で撃沈と、で去年がその前も行かずに1時も行かずに撃沈と、その前も1時に行かずに撃沈、もう3年連続ですね、1時まで行かずに撃沈なんですよ、私の、ね、要するに、まあ、門前払いというか1時も通してもらえない状況が続いているもん でこれなんとかしないかんということで、なんだか目標設定してですねやっていかないと、まあ何でもそうです、まあ、YouTube もそうですけど目標設定は私してますけど、設定しないとやる気起きないんですね、モチベーションっていうか、だいたい YouTube でもやめていく方も多いですし、まあね、やっぱり私なんかでも動画笑っちゃうんですけど、まあ、1回上げるとまあ5、6回とかね、よくて10何回とかっていう感じなのもあります。結構あれ見ると費用対効果はかなり悪いですけど、でもまあ腐らずにねやっていこうと今思って、まあ、気合を入れ直したとこですんで、これを撮ってるんですけど、このね19番のところに年齢気にしないっていうこと書いてあるんですよ、ジム・ドノバンさん、年齢を気にしないと。例えば私で言うと、まあ、今還暦超えちゃってるので、こういうことに対して思うんですね。今の出版界で言うともう60というか60、70、まあ、60代とかはもうあまり伸びしろがないから、これからもう取らないんだよと。だから本当は吉松さん、あんた内容もともかく、内容もまあちょっとダメなまあその内容はともかく、まあ、その前の年齢制限に引っかかってるんだよって言った人が言うんですよ、私に。これで言ったらは私はもうそんなに小説書く意欲なくしちゃうんで、やっぱり商業小説として出版してほしいというかすかなね願いがどっかに心の隅にあって書いてるんで、やっぱし、自費出版は私やることあるんですよ。でまあやっぱり配ったんですよね、200部作ってね。だけど全然誰も読んで、まあ 10% 読んだかなって感じで、ほとんどが捨てられちゃったとかいうそういう感じな雰囲気だったんで、もう私としては自費出版やらないと。
反響もないし、ほぼ、うん、やっぱりレベルが低くても出しちゃうし、うん、活字として、まあ、200部すって配ったんですけど、自分の思い出として40代の時に、まあ、ほとんど何のあれ、まあなかったですね、その全然ね。だから意味ないことやめようってことで、まあ、商業出版だったら少なくとも出してくれる段階で商業に乗るということをまた使ったので、このと年齢など気にしないという例でですね、あのこの方ドロバンさんがセミナーでですね、この講演会をした後の質問とか、あるいは個人的に言ってくる人がいるということで、よくこんな言葉を耳にするとね、あの夢を実現するには私は年を取りすぎているという人、アメリカ人でさえそうした人が多いってことですよ。講演会の終わった後でこういうことを言ってくるんですね、うん、しかし心臓が動いている限りは夢の実現に向かって進むことができるのだとね。もちろん例外もある、あやっぱりということですね。もしあなたが75歳で大リーグの選手になりたい、まあプロ野球です、それは無理だろうということですね。今から大谷翔平を超えると、還暦の私がトレーニングをしまくってと、それはできないよと、取ってくれないよと、還暦超えた大リーガーというのはね、だいたい40代から50代の前半ぐらいで終わるんかな、長い人でも。はい、それでですね、しかしですね、年齢に関係なく実現できる夢はたくさんあると、ね、年齢がやっぱりすごくシビアな夢もある、だけど年齢があまり関係ないよという夢もある。 YouTuber とか小説商業出版してもらうというのは、まあ年齢ないとは言わないですよ、若い人はね、それは人気ありますからね。だけどまあ夢があの不可能ではないということですよ。これくらいでもまあ可能性が残ってる、まあ、仮に 1% でも可能性があればやろうまいかとね、いうことですね、うん、やろうということです。例えばレイ・クロックという人ですね、まあ、有名な人ですよ、この人、あのどこにでもあるマクドナルドの創業者レイ・クロックと。映画を見るとですね、ある家族のマクドナルド の, あのちょっとしたお店みたいなところを、なんか後からどうもなんか乗っ取っちゃったような感じの映画でしたけど、映画はまあ、そういう人らは分からんけど、まあまあ、こうレイクロックっていうのは54歳の時に始めたんですよ、まあ、ことなるほど。今世界的なハンバーガーチェーンになってるとね。そしてですね、ハーラン・カーネル・サンダースという人がケンタッキーフライドチキンを始めたのが65歳の時で、私はまだ十分間に合いますよね。私はカーネル・サンダースに学ぼうと思って彼 の、まあ、電気っぽい本を買ったんですけど、やっぱりそれまではあのバンね、車のバン、ライトバンにあのこうホワイトチキンのこうなんかこう圧力画面とか一式、あとレシピこう積んで全米回って歩いて、まあ、レシピを売ったと、食べさせてね、こんな美味しいレシピだよということで、それをやってたんですよ、63かそこらまで。で自分の店もあったんですよね。ところがなんか道の新しい道ができるところで、自分の店があの誰も怖くなってしまって、フリー細い道路の前にあった自分の店が、まあ要するにかなり落ち込んでいたところにね、まあとにかく自分のレシピ本で作ったケンタッキーホワイトチキン、こいつを売ってたら口コミから始まって、まあフランチャイズ やりませんかって話になってということです。その口コミから広がって、おーっと盛り上がった年齢が65歳という。確かそういうことですよね。65から出発と。サンダースさんは。ね、うん。それからですね、1987年、ハルダ・クルックスという方が、日本の富士山の最高年齢登山者になってしまった。まあ、かなり古いですよね。これ記録は古いですけど、まあ、1987に彼女は91歳で富士山登頂をやったと、ね、その時の彼女の言葉が、目標があるといつでもいい首にいられると、ね、目標があるってことは素晴らしいことだって、素晴らしいことだよってみんなの前に言ったということです。
先日ですね、ある、まあ、新聞、この方の読んでる新聞だから、まあ、アメリカの新聞ですよね。クリーニング店で21年間一日も休まずに働いたある男性の話が載ってたと。もう21年間一日も休まず なかった皆勤賞ということですね。その話の興味深い点は、彼がクリーニング店に雇われたのが81歳の時だったと。これはすごいな。81歳からクリーニング店の店員として、まあ、働き出したということですね。現在103歳になるその男性はまだ元気で働いていると。ね、これって一つで心理があってね、私もそう思うんですけど、やっぱり生活かかって働いてると人間丈夫なんですよ。うん、私の知り合いの人が解体屋のアルバイトに行ってて、その時に70後半の人結構いるよって言ってたんですよ、解体現場に。だけど結構重たいものを持たされて大変でしょって聞いたら、もう大変大変、結構なもの、若いものでも腰痛めちゃうようなもんでも75歳が持ってるんだよねって大笑いしてたんですよね。やっぱしもう粉塵まみれになって75歳がまあもう紙マスクみたいな安っちいマスク一つで働いてるっていうことを言ってましたね。だけど元気だよって言ってた。なんか女の人もいるし、その人。まあ下半身も元気なんですよね、きっとね。だから、働くということであれば、やれるかもしれない。しかも、ボランティアみたいな気分じゃなくて、切羽詰まって、本当に俺が働かなきゃ、例えば孫とかね、学士出してやんないとか、誰かのために一生懸命働く必要があるっていう方。こういう方は、懸命に働くから、やっぱり体使うから、体で作る筋肉と、スポーツトレーニングで作る筋肉が違いますからね、筋肉が。全然もう、体を動かすといっても、スポーツの筋肉ってすぐ落ちちゃうんですよね。でも、体で働く、体が資本っていう方は、相当筋力が残ってますからね。かなりな年齢いっても、と思います、私は。で、あなたの夢は何だろうと、人生で手に入れたいものは何だろうと、あなたは何をしたいだろう、どこへ行きたいだろう、誰に会いたいだろう、どんな形で人に知られたいだろう、後世に何を残したいだろうということです。で、成功への提案ナンバー19、この年齢だからできないと思って諦めていることを一つ選んで挑戦しようという感じです。確かに素晴らしいことですね。私が小説書いてるって言ったら笑われました。 親もそんなバカなことやるんだったら雑草の一本でも抜けと、庭のね、バカバカしいと。からなんか何にもならずに時間だけ過ぎちゃうようなことやめろって言われたんですよ、親両方から。それからあとは YouTuber になるって言った時に、私は退職のささやかな記念会があった時ですよ、私のためのね、まあ、あった時に、その時に吉松さん今度何やるのって聞かれたんですよ、若手の職員に。その時に私はいやもう俺は YouTuber になるって言ったら、もう大爆笑で、こりゃいいって言ってYouTuber になるんだってってみんな大笑いして、顔を見合って大笑いして大爆笑だったんですよ。でも今やってますよね。まあこんな感じですけど、それはもう20万30万ね、登録者がいて1回出せば5万10万すぐに回転数回っちゃうような動画ではないですけど、でもやってますよ。2年と半以上経ってますけどね、これからもやるつもりでいます。はい、そんな感じでまた次回皆さんお会いしましょう。ぜひね、またお会いしましょう。